中卒のくせになぜ大卒が条件のうちの会社に応募したんだ。お前の履歴書なんて見る価値なんてないだろ。そもそもお前に応募資格なんてないんだから。一流企業の最終面接、面接官はなんと中学時代から俺を見下す国立大卒の元同級生だった。中卒貧乏は不採用決定。何か言い残すことは？ビリビリと髪の破ける音が面接室に響く。面接官が俺の履歴書を破いたのだ。俺は一瞬びっくりしたけれど、にやりと笑って言い返した。再就職活動、明日から頑張れよ。え？意味がわからないと言った顔の面接官。そうだろう。今はわからないだろうとも。でも明日になればすべてが判明し、彼は地獄に突き落とされることになるのだ。緊張する。俺の名前は水上光平。俺はスーツを身にまとうととある企業に面接を受けに来ていた。その企業は駅前の一等地に自社ビルがあるような大手企業で、その立派な建物に圧倒される。俺は緊張しながら中に入り、神妙な面持ちで受付を済ませた。学生の気分で入るのは新鮮な気持ちだ。でも俺の学生時代は決していいものではなかった。俺は高校に進学しなかった、いわゆる中卒だった。中学の時に同級生から多くの嫌がらせを受けたり、悪口を言われるなどして学校に行けなくなってしまった不登校生だったのだ。俺は当時を思い出すように記憶を遡る。忘れもしないクラスメイトからの嫌がらせの日々。ネクラで気持ち悪いんだよ、水上。こっち見んなよ。クラスの中心にいて俺に嫌がらせをしていたのが沼田茂雄だ。祖父が市会議員であり権力があるため自分が偉いと思い込んでいるやつだった。沼田を慕う取り巻きも多く、みんなが沼田に一目を置いていた。対して俺はネクラで、ストレス解消に過度な食事をしていたので、当時は小太りの体型だった。そのため体型でもよく同級生からはいじられたり、嫌がらせを受けることが多かった。おいデブ、どけよ。お前が邪魔で俺が通れないだろ。ここ、なんか豚の匂いがしねえか？臭いんだよな。沼田の取り巻きが俺を見ながらクスクスと笑い、そう言った。沼田はそれを見て楽しむように笑っていたのを昨日のことのように思い出す。だけど成績が良かった俺はあるテストで100点を取った。それを先生が自分のことのように喜んでくれたのだが、水上、今回もテスト100点だったな。みんなも水上を見習えよ。先生なんすかそれ。水上だけ特別扱い？どうせ俺らは水上より勉強できないですよーだ。言い訳ばかり言ってないで、お前らも勉強しろ。逆にクラスメイトの反感を買ってしまい、俺は疎ましく思われていった。媚びを売らない俺に対して、沼田は特に疎ましく思っていたことだろう。あいつの家、父親がいないから気楽でいいよな。怒る奴が家にいなくて自由が効いて羨ましい。いや、父ちゃんがいない寂しさで案外マザコンだったりして。あはは。そして、俺の父親が他界していることもからかいの原因となった。散々の言われようと嫌がらせに、俺は次第に塞ぎ込むようになり、ついには不登校になったのである。母はそんな俺を守ろうと学校側に訴えたこともあったが、地元の権力者の息子であり、外面のいい沼田の方を教員たちは信じた。そう、学校には俺の味方など誰一人いなかったのだ。先生すらも。あなたは何も悪くないわ。だから自分のことを責めちゃダメよ。母は俺の意思を尊重し、学校に行かなくてもいいと言ってくれた。俺を前向きにさせるために外に連れ出してくれたり、
母の職場にも連れて行ってくれて、俺に簡単な雑用をさせるなど、自信をつけさせてくれた。それに、どれだけ心救われたことか。当時の母の対応に、俺は感謝してもしきれないくらいで。そんな感謝の日々を過ごしながら数年が経った今では、俺は母の紹介で、とある小さな事務所に事務員として勤めている。今回面接を受けることになったのは、その事務所が解散するため、所長の紹介で面接を受けるためだった。待合室で待っていてくださいと言われたものの、緊張がさらに走る中、そわそわしている俺に気づいたのか、ある男性が俺に話しかけてきた。あなたも今日面接を受ける方ですか？ええ、ということはあなたも？はい、面接前って変に緊張しますよね。僕は七瀬誠と言います。俺は水上公平と言います。お互い頑張りましょうね。待合室で新卒だという七瀬誠くんに話しかけられた俺は、彼のおかげで緊張が少しだけほぐれたような気がした。すると、七瀬くんは周りを見渡した後、まるで耳打ちするようにこう言った。でもこの会社、会社の業務内容は魅力的なんですが、SNS で面接官の態度が高圧的だと話題になってて。そうなんですか？こそこそと話してるとこ悪いけど、全部聞こえてるぜ。俺は高野優だ。よろしく。よろしくお願いします。もう一人の受験生で、地獄耳らしい彼は高野優と言った。親しみやすい印象の彼も、俺たちの会話に混ざってきて、別日に面接を受けた友人が、統括まがいのことを言われたと俺たちに説明した。聞けば聞くほど不安しかないが、俺はそんな不安を振り切ろうと、二人から詳しい話を聞いてメモを取っていった。メモ？面接の参考にでもするのか？ええ、ちょっと必要だと思いましたので、それで俺から二人に提案なのですが、首をかしげて不思議そうにする二人に、俺はその提案を説明し終えると、あるものを差し出した。二人は俺の提案に乗るとうなずいてくれて、それをポケットの中にしまったのだった。そして緊張が走る中、面接が始まった。面接官は一人で、その顔には見覚えがあった。中学時代に俺に散々嫌がらせをしていた同級生の沼田だ。沼田も俺に気づくと、気づくなりすぐににやりと笑って、なんとも嫌な笑い方をした。この状況を楽しんでいる。俺に散々嫌がらせをしてきた。あの頃と何も変わっていないようだった。中卒の水上くんじゃないか。久しぶりだね。中学サボって高校も行かずに、今まで何してたの？ニート？俺が席に座るや否や、馬鹿にしてくる沼田に、俺は冷静を保った。一方、沼田は自分は国公立大学を卒業して、この会社の出世頭だの、そのうち祖父の後を継いで議員になるだの、聞かれてもいないことをペラペラと話して、面接そっちのけだ。おい、聞いているのか？相変わらず何も言わない奴だな。もちろん聞いています。続けてください。黙って聞いていた俺の態度が気に食わなかったらしい。明らかに不機嫌になった沼田に、わざわざ水を差すようなことはしたくなかったので言葉を促した。すると、それを続きが聞きたいと解釈したのか、気分をコロッと変えた沼田は、今度は上機嫌に続きを話し出した。しばらくして面接も終盤を迎えた頃、再びにやりと笑った沼田に、さらに質問される。中卒のくせに、なぜ大卒が条件のうちの会社に応募したんだ？履歴書に書きましたので、見ていただけるとありがたいです。お前の履歴書なんて見る価値なんてないだろ。そもそも、お前に応募資格なんてないんだから。淡々と言った俺に対しての対抗なのか、沼田は気丈に乗っていた俺の履歴書を手に取ると、次の瞬間、それをビリビリに破いてしまったではないか。
重卒貧乏は不合格だ。他に何か言うことは？沼田によってビリビリに引き裂かれた俺の履歴書がひらひらと舞う中、俺の驚いた反応を見てニヤニヤと笑う沼田。だが俺が驚いたのは、まさか履歴書を破られるなんて思っていなかっただけで、ここまでの話の流れは想定内だった。俺は静かに席を立つと、すがすがしいほどの愛想笑いを浮かべ、沼田に言い放った。再就職活動、明日から頑張れよ。え？思ってもみなかった言葉が俺から返ってきて、理解できず、始終驚いていた沼田だったが、俺はそのままその場を後にして行ったのだった。翌日、俺は上司の渋川栄一さんと共に、昨日訪れた会社に向かっていた。お前のかつての同級生なんだろ？本当は会いたくないんじゃないか？俺の過去を知っている渋川さんは、俺を心配してそう言った。だが、俺は首を横に振る。仕事ですので、わがままは言いません。それに、もうあの頃の俺じゃないですから、沼田を懲らしめてやりたいです。お前を敵に回すと怖そうだな。渋川さんは初めこそにっこりと笑った俺を見て怯えていたが、最後に頼もしい部下だと褒めてくれた。この人こそ、本当に頼もしい上司だというのに。悪い奴は、成敗してやんないとな。渋川さんは意気込んでそう言うと、昨日俺が面接を受けた会社の社長室の扉をノックした。中には、そこの社長である高崎社長がいて、俺たちを確認すると、ことの発端である人物を呼ぶように秘書に伝えた。そして、しばらくしてそこに沼田が青ざめた表情をして入ってきた。てめえ、みなかみ、会社に一体何を吹き込みやがった？沼田は俺に気づくと駆け寄り、思い切り胸ぐらをつかんだ。やめないか、沼田くん。しかし社長に一喝され、止められた沼田は、俺をぎろりと睨むと、俺の胸ぐらから乱暴に手を離した。自分より権力のある人には、忠実に従うんだな。なんで呼ばれているか、わかっているか？高崎社長が沼田にそう尋ねたが、沼田は何も答えなかった。それを見て、ため息をついた高崎社長は、共にいた渋川さんを弁護士だと言って沼田に紹介した。はじめまして、沼田さん。弁護士の渋川栄一と申します。こちらの会社に来たのは他でもない。面接官の圧迫面接により、精神的苦痛を被ったとして、何人もの学生が集団で訴訟を起こそうとしていましてね。認識の行き違いがあったようで、と不機嫌そうにつぶやき、ごまかそうとする沼田。俺は言い逃れをさせないよう、そこで用意してきたタブレットを取り出した。圧迫面接の証拠なら、こちらにあります。今から録音したものを、このタブレットから流します。俺はタブレットを操作すると、一つ一つ音声を再生した。当たり障りのないことしか言わないよね。個性ないって言われない？君、可愛くないってよく言われるでしょ？可愛くなるように、俺がいろいろ教えてあげようか？え？あそこの大学？バカばっかりだから、この会社に受かったとしても、使えないの確定じゃん。見た目も大事だからさ、ブスは整形してから面接受けに来てくれない？すべて沼田の声であり、沼田はその自分の声を聞いて、どんどん顔が青ざめていった。高崎社長の方を見ると、怒りで顔が真っ赤に染まっている。今まで知らなかったとはいえ、さすがにこんな奴を面接官として置いていたことに、余計腹が立つだろうな。証人ももちろんいます。君、あの二人を呼んできたまえ。かしこまりました。察してくれた高崎社長が秘書にそう指示を出すと、一旦退出した後に、とある二人を連れて戻ってきた。その二人とは、沼田も見覚えのある、昨日俺と一緒に待合室で待機し、別々に面接を受けた、七瀬誠さんと高野優さんだった。
私は面接を受ける前に、同じく面接を受けに来ていたこちらのお二人にボイスレコーダーを渡していました。ご自分の順番が目前になってきた時に、録音のスイッチを押してほしいと私が頼んだのです。そして、取れたものがこちらになります。俺はうなずいた二人からボイスレコーダーをそれぞれ受け取ると、ボイスレコーダーの電源を入れて再生した。七瀬誠です。御社の魅力的な仕事内容に惹かれて志望させていただきました。君さ、夢見てうちに入ってきたんだと思うけど、うちそんなに甘くないからね。俺スパルタだし、機嫌損ねると速攻で首にさせるよ。大丈夫？高野優です。記者の求人を拝見し、ぜひこの業務に携わりたいと考え応募させていただきました。ふーん、長所に記憶力がいいって書いてあるね。だからはっきり言って仕事ができるかできないかだけなのよ。まあ、君はこの大学出身なら仕事できないやつだと思うけど。それぞれのボイスレコーダーを再生させ聞き終えると、俺はボイスレコーダーの電源を落とした。二人とも散々言われた後は、俺の面接の時同様、沼田の自慢話に付き合わされていた。そして、みんなの視線が沼田に集まる。沼田の方には汗が滲んでおり、俺たちの視線に慌てふためくと口を開いた。これは全部、学生のストレス耐性を見るために、意図的に行ったもので。学生さんたちの中には、沼田さんの圧迫面接により、実際に心身を病んで、就職活動が続けられなくなった者もいます。こちらに実際に医師の診断書もありますので、ストレス耐性を測ったものとして認めるわけにはいかないんですよ。今度は渋川さんが医師の診断書をスーツの中から取り出すと、それを沼田に突きつけた。すると沼田は渋川さんの手元から診断書を奪い取ると、俺の履歴書と同様にそれをビリビリに破いた。やはり破いたかとこちらは推測済みだったので、その診断書はコピーで本物は別に保管していると告げると、沼田は今度は顔を真っ赤に染めた。自分でやっておいて学習しないやつだな。中卒のくせに何のつもりだよ。沼田は渋川さんから俺に視線を移すと、今にもまたつかみかかりそうな感じだった。勘違いしているようなのでこの際言っておきますが、僕は中卒ですが、大学を卒業しています。はあ？何言ってんだお前。頭のネジでも取れたんじゃねえのか？俺の言っていることが理解できず、笑いながら首をかしげる沼田。お前のその貧相な頭じゃ、理解できないのも無理もないよな。俺は、実は中学卒業後、高卒認定試験を受験していた。そして合格し、有名大学の法学部に進学。その後、法科大学院に進学していたのだった。渋川さんは亡くなった父の友人であり、弁護士。母も俺が中学生の時、渋川さんの事務所で働いていた。そう、不登校になっていたあの頃、雑用係を任せてくれたのが渋川さんだったのだ。お、公平上手じゃないか。こりゃ将来有望だな。渋川さんの好意で昔から事務所に出入りを許され、事情も知っていた渋川さんは俺にとても優しくしてくれていたのを覚えている。母さんもどうやら渋川さんのことをとても尊敬していたようだ。頑張れよ公平、お前なら合格できる。そして俺は渋川さんに背中を押されるように、今年度渋川さんの事務所で司法修習を受け、修了試験に無事合格した。渋川さんはまるで自分のことのように喜んでくれて、俺を抱きしめてくれた。それから現在も俺は渋川さんの事務所で働いている。またとある日に渋川さんは大学に臨時講師として講義を行うこともあり、その時に学生たちから圧迫面接の相談を受けていたのだ。
潜入にお前をぜひ向かわせたいんだが、どうだ？やってみるか、公平。え、俺がですか？けど自信ないですよ。大丈夫大丈夫、面接受けてみて、その時にボイスレコーダーで撮ってくるだけだからさ。ちなみに面接官の情報がこれなんだけど。これは。その面接官の資料を見て俺はとても驚いた。名前欄のところに沼田茂雄と書かれており、顔写真も成長しているが、知っている本人の顔が写っていたからだった。渋川さん、この仕事俺に任せてください。お、突然やる気になったな。もしかして知ってるやつだったか。恐る恐る聞いてきた渋川さんに俺はものすっごく嫌そうに答えると、気を使い始めて今回の仕事を辞めさせようとしてきたので思わず笑ってしまった。あの時の渋川さんの反応は面白かったな。そう、その情報の資料に載っていたのは、間違いなく中学時代に俺に嫌がらせをしていたあの沼田茂雄だった。沼田に圧迫面接を受けた学生さんたちのうちの数人が訴訟を決意したことで、自分の希望もあり、面接を受けても不自然さもない俺が今回面接を受けてみることになったのだ。渋川君とは古くからの知り合いでね。まさか我が社に訪ねて調査をしたいと言われた時は驚いたが、圧迫面接なんてそんなことがあってはいけないと思い、お願いしたというわけなのだよ。高崎社長と渋川さんは知り合いで、あらかじめ説明してあり、俺の潜入に協力してもらっていた。高崎社長はそれを沼田に告げると、沼田はさらに顔を青ざめていた。この件は会社としても責任を取らなければいけないと思っている。沼田から圧迫面接を受けた被害者の方々には、慰謝料の支払いを受け入れるつもりだ。え？沼田にももちろん責任を取ってもらう。沼田に損害賠償を求める。また、会社に著しい損害を与えたとして、懲戒解雇を高崎社長は沼田に言い渡した。そんな、社長、俺だって悪気はないんです。本当にストレス耐性を測って行っていて。君のストレス発散のために行っていたのではないのか？それに、君はギャンブルでも相当ストレスを抱えていたようだね。沼田はプライベートではギャンブルにお金を注ぎ込むほどのギャンブル好きだった。ギャンブルに負けた次の日はよくイライラしていることが多かったらしく、その時の面接にストレス発散で面接に来た人たちに圧迫面接をしていたとみられる。高崎社長、わざとじゃないんです。どうかお許しを。ここで私が許してしまえばまた被害者が生まれると思うとやりきれん。悪いが私の意思は譲らないよ。そんな。沼田は高崎社長に泣きつくが、高崎社長の意思は固く頑として譲らなかった。わざとじゃなければやっていいことなどではない。沼田にはそれを分かってもらいたい。渋川君、今回の件は君に正式に依頼しようと思うのだが。それでしたら水上君はどうでしょうか。今回の件は彼が潜入して調査していたので、社長がよろしければぜひ彼を推したいのですが。もちろんいいとも。君がそこまで言うのなら水上さんに頼んでもいいかね。お任せください、高崎社長。俺は与えられた仕事を全うしようと意気込んで返事をした。沼田は未だに信じられないような様子で首を横に振っていた。往生際が悪いな。私に対しても名誉毀損や侮辱罪についても訴えましょうか。心身の苦痛を受けましたので。全然そういう風には見えねえんだよ。それに水上なんかに負けるはずないだろ。それでは手続きに入りますね。そんなこと、うちのじいちゃんが許さないんだからな。沼田は子供のような捨て台詞を吐くと、
社長室から逃げるように退出していた。30近くにもなり、市会議員の祖父の力を借りようとしていることに、心底俺たちは呆れていた。調査で分かったことだが、沼田は祖父のコネでこの会社に入ったらしい。そのせいで、学生の頃と変わらず偉そうに過ごしていたとか。人事部に移動してからは、その矛先は学生たちに。会社としても、就職活動中の学生の中で、評判が悪いというのは気になっていたが、その時は証拠がなく。なので、今回俺は自分と同日に面接を受けた、七瀬誠さんと高野優さんに、提案と称して協力してもらい、ポケットにボイスレコーダーを忍ばせていたというわけだ。案の定、面接で暴言を吐いたため、それが証拠となり、今回の訴訟に至った。まさか、一緒に面接を受ける君が弁護士だったなんて。やっぱり、弁護士バッジとか持ってるんですか？社長室を出てすぐに、俺は七瀬さんと高野さんの質問攻めに会った。二人は弁護士に会うのは初めてだったみたいで、俺にキラキラと輝いた瞳を向けていた。もちろん、これだよ。おお！潜入していた時はバレないように隠していた弁護士バッジを二人に見せると、二人からは歓声が上がった。さっきのやりとりといい、弁護士ってかっこいいですね。俺も弁護士目指しておけばよかった。面接官が青だったし、今回受かるか分かったもんじゃないって。高崎社長が面接時に部屋に監視カメラを設置しておいたので、録画しておいたその映像を見て、後日お二人には合否を伝えるみたいですよ。よかった。心底ほっとする七瀬さんと高野さんを見て、申し訳ない気持ちになる。協力とはいえ、二人を調査に巻き込んでしまい、不安にさせてしまったことに。俺は弁護士バッジを胸元につけ直すと、二人に深々と頭を下げた。二人には正体を隠して、巻き込ませてしまって本当に申し訳なかったです。不安にさせてしまいましたよね。何言ってるんですか？水上さんが潜入してくれなかったら、あの面接官の言い分だけが通って、俺たち不発だったんですよ。そうそう。絶対理不尽に不採用にされてたって、マジで助かりました。そう言ってもらえると、潜入した甲斐があったなと感じた。二人の様子を見て、喜んでもらえているのと同時に、これ以上の被害を防ぐことができたようで、俺は安心した。せっかくのご縁ですし、今から一緒にお昼とかどうですか？それいいな。水上さんもご一緒にどうすか？ぜひご一緒させてください。俺は腕時計を見て時間を確認した後、午後からの仕事にはまだ間に合いそうだったので、そう返事をすると、二人と連絡先を交換しながらランチに出かけた。まるで友達ができたようで、なんだか嬉しい。二人の人当たりの良さそうな雰囲気に、俺は自然と笑顔を浮かべていた。それから後日、七瀬さんと高野さんは無事採用が決まり、沼田は正式に解雇になったと高崎社長から連絡が入った。七瀬さんと高野さんに連絡すると、二人はとても喜んでいた。そして、ここでもやはり感謝されたので、それは二人の実力だと念を押していった。でも、採用が決まって、すごく嬉しかっただろうな。今度はいつか三人で飲みに行こうとも誘われ、その日が待ち遠しく感じる。一方、沼田の方は、あの時社長室を飛び出してから、一度も会社に出勤していないらしい。親が代理で会社との手続きをいろいろと行ったと聞く。なぜそこで本人が自らやらなかったのか気にはなったが、正式な判断が会社から下ったので、もう何も言うまい。沼田さん、会社クビになったんだって。当然よね。ほんとせいせいした。そして、社内でも横柄な態度をとっていたため、沼田の退職を惜しむ者は、誰一人いなかったとか。おかげで、社内の雰囲気も随分と良くなった。
君に任せて本当によかったよ、水上くん。改めて本当にありがとう。高崎社長は電話で俺にそう感謝を告げた。嬉しそうな高崎社長の顔が浮かび上がるようだった。これで一件落着かと思えたその矢先だった。さらに翌日、渋川事務所に沼田とその祖父である沼田源五郎さんが訪れてきたのだ。こちらに水上公平という弁護士がいると聞いたのだが、会わせてくれないか。孫の騒動の件で話がしたい。黒い服を着た、がたいのいい男を連れてきた源五郎さんは、俺を呼び出した。何事か、と身構えた俺だったか、源五郎さんは深々と俺に頭を下げたではないか。うちの孫が申し訳ないことをした。今まで孫のやってきたことを知らなかったとはいえ、祖父として、とても責任を感じている。源五郎さんは、市議会議員と聞いていたのだが、思っていたよりも腰の低い方だった。成績が良く、外面がいい沼田を信じきっており、自分の知らないところで嫌がらせをしていることなど知らなかったようだった。おそらく、沼田によって周りの人たちに、口止めや権力で抑えられていたと思われる。自分の権力を盾に、威張っているなんて、考えても見なかったと源五郎さんは説明した。孫の友人や地域の知り合いに聞き込みをして、孫がバカなことをしていたということが分かった。まずは中学の時から嫌がらせを受けたという君に謝罪を。そう言って源五郎さんは再度俺に頭を下げた。沼田はというと、ふてくされた態度でだったが、少しだけ頭を下げた。源五郎さんを見習ってほしい。頭を上げてください。これ以上は俺に罰が当たりそうです。このままだと源五郎さんはずっと頭を下げ続けそうだったので、俺は止めに入った。そして源五郎さんは今回の騒動で議員を引退するつもりだと俺に告げた。それで後継を渋川さんに頼みたいと思うのだが。私にですか？それはとても光栄ですが。渋川さんは事務所を畳んで選挙に立候補する予定だった。なので、源五郎さんの後継なんて願ってもみなかっただろう。今まで話を聞いていた渋川さんは現実味を感じていないような反応を示した。そんなトントンと大丈夫でしょうか？話し合ったりした方がいいのでは。君はこの町で唯一信頼できる弁護士で有名だ。人脈もあり、市民からの評判もいい。不服はない。なので、これでもいい加減に君を選んで言っているのではないのでな。源五郎さんは引退するからと、支援者に渋川さんを講演するよう伝えるという。源五郎さんの息子さんは議員に興味はなく、孫の沼田はこの調子なので、頼める人がいなかったようだ。わかりました。私でよければぜひとも務めさせていただきます。ありがとう。よろしく頼んだよ。渋川さんと源五郎さんは共に握手をして、源五郎さんの申し出に合意したのだった。沼田は源五郎さんの家業である農家を手伝うことが決まり、自分が生きているうちはお前にこれ以上悪いことはさせない、厳しく強制する。と言って張り切る源五郎さんの生き生きとした声に、隣にいた沼田はさらに顔を青ざめるのだった。そして数ヶ月後、渋川さんが議員に見事当選し、事務所は俺が譲り受けることとなった。よ、うまくやっているか？それでも時間のある時は事務所に顔を出してくれる渋川さんには、本当にありがたいと思っている。俺にとって渋川さんは第二の父親みたいな存在だと思って今まで共に過ごしてきたが、まさかそれが現実のものとなろうとは。渋川さん、母さんとデートに行ってきたんですか？何ニヤニヤしてるんだよ。言っちゃ悪いか？茶化すようにそう言った俺に、照れながら渋川さんは聞き返した。
そう、先日渋川さんと母はお互いに尊敬するうちに晴れて結ばれ結婚したのだ。いえ、幸せそうで何よりです。新婚ほやほやで幸せオーラを放つ渋川さんの反応に俺はクスクスと笑う。もちろん二人の幸せを考えると嬉しかったし、新たな自分の父親が渋川さんなんてとても光栄に思った。渋川さんだからこそ受け入れられた。俺と母をいつだって支えてきてくれた人だったから。俺が中学時代に嫌がらせにあった時も母を通じて助けてもらった。高校の進学を諦めた時、励まして高卒認定試験を進めてくれたのも彼だった。渋川さんにはいつまで経っても頭が上がらないと改めて思う。一方で沼田はというと、家業の農家を継いで随分と苦労しているそうだ。市議会議員を引退した源五郎さんが特に厳しく監視しているため、以前随分とやっていたギャンブルや遊びも飲みに行くことさえもなかなかできないらしい。沼田の取り巻きだった同級生にも今は見向きもされないと噂で聞いた。同窓会でその中学時代のみんなと会うことになった時は当時を思い出して胃が痛むようだった。だが沼田がいなくなった今では沼田に従っていたみんなも弁護士になった俺を見て尊敬の眼差しを向けてくれた。あの時は沼田の言いなりだった。本当にお前には申し訳ないと思ってる。田上、本当にごめんよ。よかったら連絡先教えてくれよ。また俺ら会って飲もうぜ。当時の嫌がらせの謝罪も受け入れた俺は、同級生と円満な形で同窓会を終えたのだった。俺はいろいろと苦労はしたが、今まで頑張ってきて本当に良かったと思っている。中学の時に不登校になり、学校に行けなかったことも、決して無駄なこととは思っていない。あの時にたくさん傷ついたからこそ、今は弱い人、傷ついた人の味方でいたいと思えるからだ。そんな風に思えるようになったのは、紛れもなく渋川さんのおかげだ。そして俺は、渋川さんのように、人に寄り添える弁護士になりたいと、改めて思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。